宮城県の気仙沼漁港でカツオの水揚げを行っているのは第83佐賀明神丸です。今年2月に黒潮町佐賀を出港しカツオを追い続けてきました。脂の乗ったカツオが次々と水揚げされていきます。脂はある程度持ってくるんですね。12時間前後片道の漁場で量はコンスタントにあるね。今がまさに戻りガツオのシーズンです。